あのやっぱねパワフルになってくるんですよ、まあ、皆さんも見ての通りみんなね自分へのまず否定がなくなる時点であのボルテックスに近づくじゃないですかでボルテックスに結局ね近づくボルテックスのエネルギーの場所があってそれがもう自分の真ん中なんだけど、まあ、真ん中からこうだいぶ外れてるところがめちゃくちゃ自分のこと否定したりとか罪悪感感かん 罪悪感に苛まれている時っていうのはものすごいよう離れた場所にいて自分の真ん中からで、えー、否定がなくなってくるとど,どんどん真ん中に近づいてくるわけですよね自分のことを否定しているより人,に対人のせいにして怒っている人の方がパワフルなのは、えー、そっちの方がボルテックスに近い場所にいる,いることなので、うん、なんだろう道徳的に言ったらあのなんだろう自分のことを否定して憐れ,れんでいる人の方が道徳観念的には なんだろう、素晴らしいとされている社会ではありますが、えー、ところがどっこい。人のせいにして怒り散らしている人の方がボルテックスの場所からは近い場所にいるので、そっちの人の方が人間的にどうなのって感じなのに、運気はいいんですね。運気はいいんですよ。ということでですね、劣等感を感じているより、えー、優越感に浸っていた方がボルテックスにもちろん近い場所なので、パワフルです。でも、あの、それでもいいんですよ。でも、 えいえ,いえそれをやり尽くしてきた方も中にいると思う。多分何もなかったと思うんですよね。なんか虚無感。なんで幸せじゃないんだろう。手にしたのに何なのここの場所みたいな。そういうのが起きてるのはこういう理由ですよっていう。あの、ね、ところがどっこいでしょなんか、いい人そうの方がさ、幸せっ 何ていい人な方のが、そういう意味でいい人の方が、なんだろう、運気いいと思わんかった私は思ってたけど <laughs>。なんで私の方が人に気配って、自分のこと蔑んで、なんかこうすげえ謙虚に生きてんのに、え、なんでなんかこう当たり散らして怒ってる、人間的にこいつどうなのって思うやつの方が、なんかいいことが起きるっていうか、運気がいいんだろうって私は思ってましたよ、昔。それは、ボルテックスの、あの、場所の距離の話でしたね。 まあでも、かといって、それは自分の感情の中で比較した場合に自分のことを否定しているよりかはもちろん怒り、怒りの方がパワフルなんだけどでも、じゃあそれを人に撒き散らして気分がいいかって言ったらそれも一瞬だけですよね、気分の良さは。転換が起きたことに喜びはすごく感じてほしいんですよね。お、悲しみから怒りに変わって。 自分の中でボルテックスに近づいてるこの感覚は捉えては欲しいんだけどもっと真ん中に行けるわけですよねもっと真ん中にねで今日はそんな話なわけですよあえっとそうやってえ否定がなくなってボルテックスの場所に近い、えー、状態でうんと過ごす、まあ、時間が大きくなると自分から出るそのヘルツ周波数自体も変わってくるんですよね変容してくるわけですねそうすると 当たり前ですけど、今までは何をどっちにしろ回転数が、うんと、初動の回転数っていうのが小さかった。えー、どういうことかっていうと、自分を否定しているボルテックスから外れている場所にいたときは、自分の、え、ないに目を向けて虫眼鏡のフォーカスをすることも、あるに虫眼鏡を、えー、かけてフォーカスすることも、まあ、どっちも、 微弱なエネルギーだったわけですね。それが、ボルテックスの場所に近いヘルツに変わり出すと、えー、その初動の回転数がそもそも、あの、エネルギーが強くなってる状態なんで、あるに目を向けるのも、ないに目を向けるのも、まあ、これはもう、どっちがいい悪いが言えないですね。あの、一応言ったんですね。あの、どっちも強くなっちゃうんですよね。 だから、自己否定が強いときに、あの、あるに、まあ、あの、自分の場所の、今この瞬間のあるに目を向けて、うんと、意識的に呼吸してみようっていうと、まだやっぱり、ボルテックスから離れてる周波数が高めなんで、ま、ちょみっと、ちょみっとなんかこう感謝とか、あの、あ、なんか気持ちいいかもぐらいなレベルが、ね、あるの方も。あと、まあでもないの方は結構向き始めるとこっちも、まあ、でかいのか。でも、 もっとこのボルテックスの近い場所にくっ、いた状態のヘルツに変わり出すと、あの、あるに目を向けた瞬間にもういきなりなんか感謝でなんか細胞がざわつくみたいなことが起き始めるわけですね。逆もあるんですよ。だから逆も。ないにパッて目を向けた時のこの初動のエネルギーもでかくなるっていうことを覚えておいてください。 ま、それこそこの状態私は、あの、魔が差すっていう語源はこっから来てるような気がしてるんですけど、魔が差すんですよね。魔が差す。大事な人と、あ、これ大事な人に限るよ。あなたが好きな人とかね、関係性をきちんとしたいっていう人に限るけど、そういう人がいて、でも何かのきっかけでなんか嫌だ嫌だがこう増幅されている時に話し合いに行かない方がいいですよっていう。 話し合いに行くんだったら、その前に嫌だ嫌だない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 ってなってるのにまず気づいて深呼吸をかけて、本当に相手に対して何もないのかなって、あったことがあったはず。だって好きだから一緒にいるわけだから、その選んだの自分なわけですからね。その時の自分とか、相手との関係性とか、あるものがあるわけだから、なんかそっちを増幅させてから、 話をするっていうのが大事なだけで、その話し合った結果、えっ、ー、と、離れることになるのか、えっ、ー、と、共に歩く,歩くのか、それは分からないですね。そ,そんなのはけ、結末はどっちでもいいよね。カナピラさん。うわ、話し合いに行くとこだった。よかったね。<laughs> そうそうです。トラネコさん。グリッドを整えてからね。そうなんですよ。一回、整えてから。 別にどうでもよくてなんかもうとっとと別れたいみたいなもうこいつ大嫌いもっていうか花から大嫌いみたいな人の時にそんなわざわざ成人君主みたいなことしなくていいけどあ,のあなたにとって大事な人とかなんだけどちょっとなんかこうボタンの掛け違いでなんか嫌だ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 みたいなふうになってる時にいや今は嫌なんだけどないにフォーカスかかってんだけどいやあるものたくさんあったよねっていうところに立って。 見てください。かよこさん、その状態で息子と話し合ってるわ。あれじゃないですか。解決一向にしなくないですかこの状態で話し合っても。もうお互いボルテックスからない、ないに目向けてお互いボルテックスから外れて話し合いしても、マジでエゴキン対エゴキンなんで、もう何の生産性もない会議と打ち合わせですね、それ。あの、話し合い。かよこさん、しないです。そうでしょ、しないでしょ。ただ時間が過ぎていくだけでしょ。なんか、ずらせたりするのであれば、あの、ちょっと日にち変えたりとか、あの、 なんかそれ、それこそ音楽で言ったらスタッカーアウトみたいな感じで、なん、小球種とか、なんかこうアクション入れた方がいいですね。カラオケ行ってみるとか、散歩してみるとか、昼寝してから行くとか、なんかね、とにかくそういうことしてから行動した方がいいと思います。<laughs> かよこさん、そう、堂々巡りで、そうでしょ、そうなんですよ。エゴン会議は、基本堂々巡りのお互い嫌な気分しか、なんかこう増幅させないんですよね。<laughs> でも、 なんかこう私たちって話し合えば理解できるみたいな謎の子思考を持ってるんで、でもその話し合えば理解できるのはボルテックスの中にいる、いた時にそれは通用する言葉であって、あのないないこいつないっていう状態で話し合ってスッキリさせてやるっていう意気込みで言った場合はもうあなたは地獄のあり地獄。な <laughs> んからこれは人、人との人間関係に関わらずですね、もう全部です。要はな、 ないにフォーカスがかかると、エネルギーがこう、自分の中でパワフルさが出てくると、一瞬で間が差しやすいっていうのを覚えておいた方がいいね。すぐに、いい意味、いい、悪い意味でのバテンが起きちゃうっていう。ないないない,ないみたいな。うわ、話し合えば分かり合えるの。あ、じ理事国めっちゃ強要してた。あ、全然ね、話し合っても,も分かり合いません。<laughs> エゴキンマン同士は。ハピちゃんもエゴキン会議しそうな時あるあ、ありますあります。 でも自分で分かってます、この。私も、うわーってなるんですよね。なんやなーみたいな。あ、すげーなる。でも、あの、自分でまず、一人でムカつくっていうこと、まずやるね。すっきりしたいとさ、話し合ったらなんかすっきりできるような気がして、とにかく話し合おうよ、みたいな。でも、とにかくこの話し合おうって、すげー5%だよね。行動だよね。すごい、ただの、物理的な、内容だよね。ともこさん、そういう時、 言ってスッキリしたい気持ちが強い。ねでもさ、いざ言ってもさ、全然、なんて言うのスッキリできないんだよねこれがまたさ。あメグさん、そうですね。結局、エゴキンマンに、もう乗っ取られてて、ね、スッキリしたいっていう時のこの気持ちの本音はこれですね。話し合いじゃなくて自分の正当性を主張して相手を任したいのが本音かも。あ、結局そう、そういうことだと思う。私の方が正しいんで謝ってくださいっていう、 ことをやりたいだけで,すよ、ね、でもさ、結局その話し合いで挑むんだけど、相手が謝ってくれなかったりとか、逆になんかこう論破されたりとかして、すげえ嫌な気分が、また増幅みたいな。